はい、どうも皆さん、こんにちは、エゼッコです。それでは今回なんですけども、三井住友ナンバーレスをマスターカードで作成、4月から強力なクレジットカードということで、今回は三井住友ナンバーレスのカードについてですね。この動画では、僕がこのタイミングで三井住友ナンバーレスのカードを作成した理由や、まあ、今後の使い方、そしてお得な発行方法についてお伝えします。もしですね、発行検討されている方いらっしゃいましたら、参考にしていただければと思います。それでは、行ってみましょう。ということでね、今回お伝えさせていただくクレジットカード、こちら、三井住友カード NL、いわゆるそのナンバーレスのカードということになってます。まあ、これまでね、ちょくちょく動画で紹介をしてきましたので、詳細の情報などは省きます。でですね、このカード自体は僕はちょっと今回作成したばかりでまだ手元には届いていません。ですけども、今回作成したのはこの三井住友ナンバーレスのマスターカードのブランドを作りました。で、なんでこのタイミングで作成したのかということなんですけども、まあ、その前にですね、この動画の一つ前に初めてのクレジットカードおすすめはこれということで、まあ、僕がクレジットカードを選ぶ時の基準みたいなものを7点ほどピックアップをしまして、いわゆるその中の条件をかなり満たしてたっていう感じだったんですよね。で、さらに今後、まあ、長く使う可能性があるだろうということで、作成に至りました。で、そこからさらにですね、深掘りするために4つ作った理由があるんですけども、まず1つ目は、発行までが爆速ということで、まあ、この三井住友ナンバーレスのカードに関しては、結構ね、YouTube の CM とかでも流れること多いんですけども、これですね、最短5分で即時発行、カードの到着を待たずに今すぐ使えるっていうところがかなり魅力的なんですよ。まあ、即時発行ができる方法と通常発行という方法があるんですけども、通常発行の場合は1週間ほどかかるんですが、この即時発行だとすぐに使えるっていうところがかなり強みです。で、作成する流れとしたら、まあ、後ほどね、少しだけお伝えするんですけども、即時発行というボタンがありまして、で、なんと審査が5分から10分でできるみたいです。まあ、僕はだいたい10分以内ぐらいで終わりましたね。で、電話認証というものがあって、で、認証完了されます。で、その後に V パスアプリをダウンロードって出てるんですけども、僕はまあ V パスアプリを持ってるんで、自動的にそっちに情報が反映されます。で、V パスアプリ内でカードの情報が確認できて、あとは物理カードというか、そのカードに関しては後日届くんですけども、ナンバーレスのカード自体は、まあスマホ上で使えたりできるっていうような感じで、とにかく早く作成ができるんですよね。実際にまだ作成してですね、まだ3日ぐらいしか経ってないんですけども、一応ご覧のような画面でナンバーレスのカードが今設定できてる状態となってます。これは僕のiPhone 上で Apple Pay に設定した状態ですね。いや、ほんとね、手元に届いてなくても、もう審査サクッて終わったら、こんな感じに設定ができるっていうのは結構面白いような感じですね。で、続きまして、二つ目の作った理由なんですけども、こちらですね。対象コンビに最大 5% 還元ということで、これはね、ほんとにしょっちゅう対象のコンビニを使ってる方からすれば、かなり強力な還元率になるのかなというふうに思います。まあ、これに関してはね、結構前の動画でもお伝えはしてるんですけども、こちらですね、ずーっとお得、いつもお得、V ポイントが最大 5% 還元ということで、この三井住友ナンバーレスのカードを使ったらこの V ポイントっていうのが貯まるんですけども、それが最大で 5% 還元ということになります。でですね、その中に基本還元ポイント200円で1ポイント 0.5% 還元も含むということで、それもトータルで合わせて最大 5% 還元まで可能ですよということとなってます。で、その内訳としてコンビニ3社プラスマクドナルドでポイントがプラス 2% 還元というのがあるんですけども、それがこのセブンイレブンとファミリーマート、ローソン、マクドナルドですね。ここでお買い物した場合、この表の真ん中のところですね、通常ポイントの 0.5% 還元プラス 2% 上乗せされて 2.5% 還元を受けることができます。で、そこからさらにですね、ここがポイントなんですけども、タッチ決済ならさらに 2.5% 還元ということで、セブンイレブンとローソン、マクドナルドでビザのタッチ決済であったりとか、マスターカードコンタクトレスを使って支払いいただくと、さらにポイントが 2.5% 還元上乗せされます。なので、今お伝えしたこの 2.5% に上乗せされて 2.5% が上乗せされるので、この実質 5% 還元を受けることができるっていうのが、このカードのかなり強みなところです。でですね、まあ今回のこのカードのポイントとして、この還元率もそうなんですけども、支払い方法が、このビザのタッチ決済とマスターカードコンタクトレスっていうところが結構ポイントとなってまして、まあそれがこちら3つ目の、まあ僕が作った理由の一つになるんですけども、まあ今お伝えしたようにセブンイレブン、ローソン、マクドナルドでビザのタッチ決済もしくはマスターカードコンタクトレスっていうので決済した場合、ちなみにビザのタッチ決済とかマスターカードコンタクトレスっていうのはここにですね、このなんちゃらマーク知ってますよ、リップルマークですよね。まあそれを使って
レジでお会計をした場合、還元率が最大で 5% 還元が可能ということなんですけども、まあその際にですね、このカード単体で決済したらこの 5% 還元が可能ということなんですけども、それを含めてですね、こちら、スマートフォンでもタッチ決済ができるみたいで、まあその場合ですね、ビザブランドの場合に関しては Google Pay を使って、まあ、いわゆるビザのタッチ決済が可能ということになります。まあ、基本的にね、Android の方はもうすでに使われている方が多いのかなと思うんですけども、まあ、それに加えて iPhone の場合なんですが、まだそのビザのタッチ決済が端末上で使うことっていうのができないんですよね。まあ、今画面で出てるような、いわゆるその ID 決済は可能なんですけども、ビザのタッチ決済は使えません。まあ、おそらく今後使えるみたいな噂がちらほら出てるんですけども、まだ明確な日程みたいなのが始まってないんですよね。ですけども、iPhone の場合こちらのマスターカードコンタクトレスっていう、この方法を使えば、今回の 5% 還元を、この iPhone を使って 5% 還元を受けることができます。まあ実際のシミュレーションなんですけども、セブンイレブン、ローソン、マクドナルド、これらタッチ決済が可能なお店なんですが、お会計の際に、クレジットでお願いしますというふうに伝えます。で、その際に、Apple Pay に設定した iPhone をリーダーにかざせば、5% 還元を受けることができます。ですけども、NG パターンとして、この ID のマークがあるので、お会計の際に、ID 決済でお願いしますというふうにお伝えをしてしまうと、還元率がなんと 2.5% 還元に落ちてしまうっていうところなんですよね。まあちょっとややこしいかもしれないんですが、ポイントとしたら、クレジットでお願いしますっていう風なところがポイントとなりますね。で、実際にですね、僕も今日初めてですね、マスターカードコンタクトレスを iPhone を使って決済をしてきまして、ローソンに行ってきました。で、店員さんにですね、レジの時に、この画面を準備した状態でお会計をしようとしたんですけども、そしたら店員さんがですね、あ、ID ですねっていう風に言われたので、あ、ちょいちょい、クレジットでお願いしますっていう風に僕がお伝えをして、うんって一瞬になったんですけども、普通にリーダーにかざしたら無事にですねお買い物ができまして、今回購入したのがこちらのブラックモンブランとジャンボモナカを購入したんですが、まあその際のこちらのレシートですね、まあ実際に見ていただいたらわかるように CL マスターという風に出てるので、おそらくクレジットのマスターという風に出てることなのかなと思います。なので無事にねローソンでマスターカードコンタクトレス決済ができてるっていう風に証明ができたということですね。まあ一つ注意点としたらですね、ちょっとこれが僕がミスったっていうのもあったんですけども、お会計の際に画面をですね、まあ、準備した状態でこうちらつかせると店員さんにこう決済方法を間違えられる可能性もあるのかなというふうに思いまして、なのでですね、まあローソンとかの場合に関しては D ポイントカードを提示して、その後に極力店員さんにこう画面を見せない状態でマスターカードコンタクトレスの準備をした状態で、あ、クレジットでお願いしますっていう風に伝えれば、おそらくスムーズに決済ができるのかなという風に思います。まあわかんないですよ、まあそんなことせずともスムーズにお会計はできるかと思うんですけどね。ということで3つ目のマスターカードコンタクトレスについてでした。で、最後4つ目のを作った理由として、ポイントサイトが高還元過去今だけということで、そうなんですよね。まあ僕がクレジットカードを発行する理由の一つとしたら、やっぱりポイントサイトがあるかないかっていうのがやっぱかなり大きいんですよ。で、今回もね、利用したポイントサイトはこちらのチョビリッチを利用させていただきまして、いつも通りチョビリッチのね画面からここの右上の検索のマークをタップしていただきまして、で、入力していただく項目として、今回はナンバーレスという風に入力をします。そして検索をかけていただくと、ご覧の通りですね、ここに三井住友ナンバーレスが出てきますのでタップします。で、そしたらですね、三井住友カードナンバーレスをチョビリッチで作成した場合、こちら2万3000ポイントがもらえます。こちらですね、チョビリッチで言うと1万1500円相当のポイントとしてもらうので、もちろん他社のポイントに交換することもできますし、いわゆるそのポンタポイントとか、まあ、他のポイントにできるし、プラス現金にもできますんで、ポイントサイト経由はかなり本当にお得です。ですけども、これは3月29日現在の情報ではあるので、いつも通りですね、ポイントサイトはよく変動したりとか、この案件が終了したりする可能性もあるので気をつけてください。で、そのままですね、作成する場合、このサイトに行くっていうところをタップすると、今回ね僕が作った三井住友カードの情報が出てきます。で、画面をですね下に下がっていただくと、今お伝えしたチョビリッチ以外にも三井住友カードでキャンペーンを実際に行っておりまして、まあ、これは4月30日までのキャンペーンなんですけども、 V ポイントが1万ポイントプレゼントということなんですが、まあ、これですね、もらえる人ともらえない人っていうのは結構分かれてます。まあ、僕の場合に関してはちょっと条件的にこの V ポイント1万ポイントがもらえないっていう風なものとなってまして、いわゆる今回初めて三井住友カードを作る方は基本的には対象になるのかなという風に思います。で、それに加えてですね、ここの特典2の方も結構お得でして、 V ポイントギフトコードもですねもらえたりする場合もあるので、もし初めて作る方は先ほどの最大1万ポイントであったりとか、チョビリッチの1万円相当、そして V ポイントギフトコード1000ポイントも踏まえて、カードを発行して条件を全て満たすことによって、実質2万円以上のね
還元を受けることができるので、本当にかなりお得なんですよ。で、もし作成する際は、ここからお申し込みはこちらというところをタップして、で、先ほどお伝えしたように、もし普通に発行する場合は通常発行で大丈夫なんですけども、僕みたいに即時発行をしたい場合に関しては、この即時発行でお申し込みっていうところをタップしたら大丈夫です。で、その場合は、下に出てる通り、家族カード、ETC カード等は同時申し込みいただけませんという風に出てますので、気をつけてください。で、申し込み画面をどんどん進んでいくとですね、ご希望のカードブランドを選ぶところが出てきます。で、ここでビザかマスターと選ぶことができまして、僕はね、今回はマスターカードのブランドが欲しかったので、ここでマスターのところを選んで進みました。なのでね、ここはご自身の利用環境とかによって変えていただければと思います。ということで、僕が今回三井住友ナンバーレスのカードをですね、作った理由大きく4つお伝えさせていただきました。発行までが爆速ということと、対象コンビニで最大 5% まで還元を受けることができると。で、マスターカードコンタクトレスが僕の iPhone の場合は対応しているので、その方が相性がいいということ。で、あとポイントサイトに関してはね、今だけ、まあ、高還元ということもあるので、まあ、タイミングを見て作成される方はですね、今を狙ってみてもかなりいいのかなというふうに思います。まあ、そんなこんなで今回は僕が三井住友ナンバーレスカードを今作成した理由について簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。ほんとね、この3月とかに関してはかなり、まあ、キャンペーンとか盛り上がってた状態で、まあ、4月からどうしようかなというふうに悩んでたんですけども、まあ、ちょくちょくね、僕もコンビニ利用することがあったりするので、まあ、その中ではかなり強力なカードになってくるのかなというふうに思っております。もちろんね、無理して作る必要はないんですけども、まあ、もしですね、今お伝えしたようなコンビニを普段から日常でずっと使ってるっていう方がいらっしゃったら、まあ、大きな還元を受けるためであれば、かなり心強いカードになってくるのかなというふうに思っております。で、今回お伝えしたね、ポイントサイトチョビリッチの登録、まだの方いらっしゃいましたら、概要欄にリンク貼っておきますんで、こちらも詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。